どうもどうも。どうもどうも。今日はどっちの気分かな。iPad 治ったって分からん。分からん。ずっと電源オフにしてて、あの電池の方今つけて始めてみた。また止まったらどうしよう。一応 iPad から配信してる。ゆずきちさん、お花ありがとう。ありがとうございます。土曜日いかがお過ごしでしょうか。もう今日はお休みメール送ってる。送ってから配信してる。今日はね、少しだけで配信します。今日の T シャツ、明日から本気出す。いいでしょ、かわいいでしょ。黒猫、これはどうだろう。レッスンに着ていけるかな。トラさん、面白い女、ありがとうございます。月さん、俺の嫁、ありがとう。めっちゃ可愛いも、ありがとう。先生の目が怒られちゃう。怒られた時ももうこれで語る。明日から本気出す。今日も本気出せって言われるから。前髪がまた伸びてきちゃったの今だからね。くるんってしてるの見える？くるん度合い。切ろうかな。山井さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。明日はね、いよいよティフです。楽しみ。念願のティフなの。ワクワクしてます。ひゅういちさん、俺の嫁、ありがとう。くるん具合が可愛いだって。え、なんかくるんってしてるの可愛いけど、私の顔的には似合わない気がしてるんよね。一光さん、生きがい、ありがとうございます。生きがい、くるりん。っていう、楽しみってね、楽しみよね。物販もありますので、俺の嫁、ありがとう。ゆずきちさん、配信中ってポストしとこうかな。でもね、今日はもう30分くらいの予定です。しとこ。
ポスト。明日早いので明日に備えて寝ようと思う。それはそう。翔一さんめちゃ可愛い、ありがとう。クマありがとう。明日は早起きです。カズサさん星10個ありがとう。マー君めっちゃ可愛い、ありがとう。そうよ、翔一さん守りたいこの笑顔、ありがとうございます。明日天気不安定なん、あそうなん、どう、え雨とかなのかな。サンデーサイレンスさん星10個ありがとう。メール来た？お休みメール、そう送ってからね配信したんよ。届いたかい？ヒロアカ、そうさっきっていう時間なのかわかんないけどポストしました。今日投稿したヒロアカの遊泳高校の制服着てる、あれはコスプレなのかな、コスプレじゃなくない、みーくんクマありがとう。遊泳高校の制服着ました。もう私の脳内は今もうヒロアカのことでいっぱいなの。だからちょっと投稿にも現れちゃった。あコスプレなんだ。えコスプレじゃないですよ、私私遊泳生だから。遊泳生だからコスプレじゃないよ全然。何言っとるん。やばい、もうヒロアカのこと考えすぎて頭がおかしくなったと思われちゃう。遊泳生 A 組です、だからコスプレではない、ありのままの姿です。インスタの方にも載せます、載せる後日。あれトラさん生きがい、ありがとう。個性何か、うん、なんかさポストした時に文章どうしようって思って、あって思って
どんな個性が使えそうってそうつけてねポストしたら結構みんな私の個性ちゃんと考えてくれて嬉しかった私っぽい個性を考えてくれてありがとう。楽しく見てました。皆さんのリプ。ヨーちゃんさん、パイナップルありがとうございます。パイナポー個性考えてたら時間過ぎてましたって考えてくれてありがとうだよ。ビルマさん、ありがとう。トロピカルありがとう。ヒロアカさ、アプリジャンププラスの方でもう読んだけど買ってきちゃったこなんかもうコンビニ行ってさ、あ、まだ今週のジャンプも売ってるんだって思ったらもう気づいたら手に取ってた。やばい、本当に私9割今ヒロアカかもそう、保存用にしようと思って。最終回は違う、次だね。置き場がねもうないから電子で買うようにしてるんだけど、久しぶりに買っちゃいました。次も買う。次は買うよ。どうしよっかな。0時回った瞬間に読むか、次朝まで待って実際に本で買って読むか、どうしよっかな。と思います。でももう明日寄付終わって10時前には全然帰り着きそうだな。両方買ってそうってちょっとそんな気はしてる。という感じで、ちょっと今脳内ヒロアカなんですけど、でも終わっちゃうのか、終わっちゃうのか、本当に終わっちゃうのかな。でもまずはティフ全力で挑みます。振りが飛ばないようにって、それはそれは任せてそれは任せて、ちゃんと頑張る。楽しみだな。天気がいいといいね。
日もきっと暑くなるのでね、来てくださる方、ね、ぜひ体調管理気をつけていっぱい寝てね、栄養もとって日焼け対策もして。ゆかるさんファイト、ファイト、ありがとう、頑張る。水分補給しないとね。最近の私の熱中症対策、熱中症対策になってるかわかんないけど、あの干し梅食べる、干し梅食べます。暑さに強かったっけって、私は暑さに強かった暑さに一番弱い。凍らせたドリンク持っていく予定っていいね。この前のリリーベの時かな、凍らせてるドリンク用意してくださってて、めっちゃ救われましためっちゃ救われたから、いいと思う、おすすめです。の髪型、今んところちょっと結んでる確率が上がってる。結んでる確率7割、下ろしてる確率割合3割になっちゃった。でもね、初心を思い出して下ろしたい気持ちもまだありますけど、もう暑さに屈する気がしてる。暑いよね、きっと。TIFFって前回出させていただいた時2020年で無観客だったから、オンラインだったから、なんかこう来てくださってるの、どんな感じなんだろうってちょっとなってる。楽しみだ。今日のホットステージ意外に下ろしてる子多かったって。あ、そうなんだ。じゃあいけるかな。今ちょっと下ろす率が4割になりました。そうね、とりあえず多分私ずっと悩んでると思います。メイクさんにまず相談してる未来がもう見えてる。あの今悩んでてって言って、おろしたら暑いですかねって言って、そうかなってちょっと思ってるんですけど、優柔不断。
一人だけ遊泳高校の制服でステージ出てきてほしいって。じゃいいんだね、本当に出て行ってもいいんだね、じゃあ責任取ってねあれってなんか一人遊泳生、遊泳生混じってる。じゃあ本当の一応私アイドルもやってるので、そういう学校の制服、今通ってる学校の制服ってあんま見せない方がいいっぽくてちょっと難しいかもしれないですね。やっぱいろいろあるみたいで、今通ってるから、そう学校バレしちゃうからね、ちょっとごめんなさいちょっとあ、みんなちょっと秘密にしてね。確かに高校名ちょっと秘密にしてほしいちょっと秘密にして、バレちゃう推ししか勝たん、ゆういちさんありがとう。推ししか勝たん、全力で盛り上げに行ってきます。8年生って言わないでめちゃめちゃ留年してる。それ通り。ほうほうほう。まずこの曲があって、この曲があって、この曲があって、あ、この曲もやるんだ。へえ。あ、この曲はね。うん。とこの曲ね。明日上手下手どちら側がいいって、ちょっと待ってね、どちらかといえば、違う曲もあるけど、
という感じです。という感じかな。センターもありかなって。ありだね。結構でも大丈夫、これ ネタバレにはなってないよね。何も曲言ってないもんね。すっ、という感じです。どういう感じ？でも、じゃあどこにいても見つけるね。センターってセンターの曲があるとかではなくて、そういう意味じゃなくて、その真ん中らへんも見やすいかも。そう、ちょっとこれ以上深掘りしたらね、瀬戸利を言い出しちゃいかねないけど、曲的数的には下手が多めかな。けんちゃん、お花ありがとう。お花楽しみだ。どうしよう、楽しみで眠れなかった。新幹線はね、意外と最近寝れないだよね。4時間長い。でももう慣れた。普通に振り部位確認して、立ち位置確認してとかしてたら、なんか気づいたらついてる気がする。でも冷静に考えたら4時間何してるんだろう。1日の6分の1が、なんかそれって長いのか短いのか、どっちなんだ。プールの予行演習って、でもそれしてること多い。次のレッスンの確認とか、ダンス覚えたりしてること多いです。なんかそう、私ね、新幹線でやるのが一番はかどるんだよね。この前なんかリコちゃんとかにもそういう話してたけど、新幹線が一番頭に入ってくる気がする。なんでだろう。だから明日もそうしてるかな。
世界が傾いた。じゃあ今日はこれぐらいで終わろうかなと思います。ね、iPad 直った説ある。全然今日調子がいい。よかった。シロの T シャツかわいいって。かわいいでしょ、かわいいでしょ。ネタ T でした。そんな感じで今日は終わろうと思います。土曜日お疲れ様でした。明日本気出すよ。明日から、明日からか。明日本気出す。それじゃ誕生を読ませていただきます。13位ゆういちさん、12位やまいさん、11位かずささん、10位ようちゃんさん、9位コーラさん、8位みーくん、7位まーくん、6位ビルマさん、5位ゆずきちさん、4位静岡の天パのたけさん、3位イコルさん、2位トラさん、そして1位翔一さんです。ありがとうございました。パチ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 、ありがとう。そして明日吉の方は田辺さんです。おめでとうございます。パチ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 。それじゃあね、それじゃ今日もそれじゃ今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。そう、映画も見に行きたいんよ。映画もね、8月2日に公開されてて、絶対行きます。絶対行くという感じです。はい、それじゃ明日も明日もね、楽しい一日にしていきましょう。ということでおやすみなさい。今日は早く寝ます。頑張る。目標はもう0時超えるまでには寝せたい。一緒に頑張ろう。おやすみなさい。バイバーイ。Mm-hmm.